はというかね。そうですね、うん、感じでやってますけど、なんか飛び上がりがなくなりました。なくなりましたよね、はい、痛かったのが痛くなくなるっていうのがいいので、はい、やっぱその痛いものなのではなくて、やっぱりちょっと状態が悪くて痛いっていうところなので、よくすれば痛くなくなりますね。不思議あー左が痛いですね。これですよね。痛いとこないわけですね。そうですね、凝り固まってますね。ふふじゃないですかね。なんか分かりやすく張りとか凝りが強いですね、大丈夫ですね、はい、大丈夫ですね、はい、すごいですね。あ、その辺がすごい疲れるんですよね、最近。そうですねThank you.
俺ダンスじゃ行かなかったんですけど、やっぱりダンスで向こう行ってるやつとか、とりあえず何も考えないでみんな行くんですよ。でやっぱりね、なんかいろいろ向こうでやってずっといたりとかして、仕事したりオーディション受けたりなんかいろいろやっぱり掴んでるやつがいるんで、自分はそれを若い時にできなかったんで、でもやっとなんかそういう、あ、もう何も考えないで行こうっていう気持ちになれたんで、そうですね、だからこの年でもちょっと行ってなんかね、チャンス作ろうかなと思って。まあ行けば何かありますよ。何もなくてもなんかそれでなんか分かれば、あ、やるだけやってみようみたいな。そうで、また、まあ、多分何かやり方が分かると思うんで、まあ、そしたら、そしたらまた帰ってきて準備してまた行けばいいだけの話なんで。まあ確かに。そうなんです。やっぱりなんか まず行動してみようかなっていう。確かに。ただ英語だけやっぱ話せないと、まあ確かに、何もね、何もやっぱできなくなっちゃう。確かに。でも本当の若いやつね、英語話せなくても行っちゃうんで、で向こうのやつとダンスでコミュニケーションしたりとか、あと、まあオーディションはね、やっぱさすがに喋れないときついですけどね、レッスン受けたりなんかいろいろしてやっぱチャンス作ってますもんね。自分やっぱり今までそれちょっと怖くてできなかったんですよ。英語話せねえし、東京でもいいかなって思ってたりして、今なんか素直に行きたいなと思う。良かったですね。まあそういう気持ちになれて良かったですね。まあ、良いこともありましたね。まあ、まあ、いいところの途中になっていいですね、はいはい。すごく気持ちいいですね。そう、まあ、あと2、3分ぐらいですね。はい、はい、何です、向こうのカメラで生きてる。はい、いいよ、そこが響きますな。いっぱいありますよねそういう場所。あ、左腕全体に響く。うん、奨学金ですからね。すいません。いいえ。やばいやばい。楽にしてて。はい。